ベイブレードがやりたーやったーやったーやったーやりたい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 やりベイブレード X、はい、めっちゃ流行ってるらしいですね、トリックス。あ、そうなんですよ。ベイブレード X はもうスポーツですから。そう。はい、子供のおもちゃじゃありません。激アツらしいのよ。はい。当時の昔のベイブレードよりも、全体的にコマのなんかギザギザ増えたり、熱くなったり、重くなったりしてるから、はい。なんかもうすごい激しいバトルが行われるようになってると。そういうのです。そんな感じの話を、某大物声優さんから俺とイグザムが。ザムさんがその日に勝ったのよ。勝ってましたよね。ツイートしてたし。あれ同時に勝ったのよ。そうなんだ。そう、これこの2つがこのスターターセットについてきた2つのベイ、うん、おーいいですね。であとはこれはランダムで引いたらなんとかとタートルが2個当たってしまったっていう。被っちゃったっすね。ってやつね。ランダム要素もあるの？そう、ランダムのやつもあるし、ランダムブースターがでちょっと安いね、1600円ぐらい。で、おめえたのやつをそのまま買ったりもできる。その中にレアベイっていうやつが基本的には1個とか2個入ってたりすることが多いですね。そうですね。はい、というわけで私が持ってるのはこの5つなんですが、うもうちょっといろんなんで遊んでみたいからトリッピーも貸してほしい。あーちょっと任せてくださいよ。いいんですか？トリッピーやってるもんね、めっちゃね。みんなベイブレード始めたいって。あ、ちょっと会話じゃん。会話のやつじゃん。コンテナでトリッピーだね。これから家にある一部のベイブレードを。あ、すごい、一部めっちゃ夢ある。一部ですよ。待って、パンパンみたいになってるよ。これはフェニックスですね。あ、これめっちゃ強いやつやね。これフェニックスウィングっていうなかなか強いやつね。これはフェニックスダガーですね。これも強いです。これとこれ強いです。これドランバスターっていう、さっき、フルニキが持ってたやつ、この2つ持ってたんですけど、フルニキ。これも環境です。あ、これ環境なの？この辺はね、強いベイとかを置いています。環境があるの？当然のように、でもね、ビットが違うんですよ。これが、フルニキが持ってるのが DB ってビット、はい、まあ、これをボールってビットに変えることでちょっとバランスタイプになるみたいな、まあ両方バランスなんですけど、みたいな感じでこの構築とかをいろいろしていきながらアタックタイプのビットだよねみたいなのを変えて戦うのがベイブレードの楽しさです。おお、ちょっとまあでもね、正直ね、最初はね、強い弱い関係なしにかっこいいで決めてほしい。そうだね、なるほどね。正直最初は、今日は別にそんななんかこれいいなとかいうベイを各々に、あ、ありますよ、スナさん、これ。はい、あ、マンさん、これ強いですよ。これが一番強い。あー、強そう、めっちゃ強そう。最高じゃん。これ強いんで、これで。やっぱちっちゃいからね。あー、すごい弱かったね。見たわ、感情上で見たわ。あと俺も合うような知らないふりしたけど、俺タラチオのやつ。タラチオがやってたやつ。まあまあ、もろもろでね。じゃあもうやりましょうか。行きましょう。じゃあとりあえず相棒決めますか。俺はさすがに自分で買った中から相棒決める。あ、いいですね。ね、フルコンさん、どれお気に入りなんで。やっぱね、自分のイメージカラーの黄色がずっと気になってた、ね。あー、でもこれですね、はいはいはい、ね、この子ね、名前なんていうの、とウィザードロッドだっけ。あ、ウィザードロッドです、それだよね。これ大会デキンのやつっすよ。え、なんでなんで。あの、ね、強すぎて重くて耐久力が結構あるらしい、うん、はい、ただ動画的にはそいつね、バランスなんですよ。バランスっていうか真ん中でいる。あ、耐久系やから。今のエクストリームダッシュとか見せるならそれは一人でいい。あ、じゃあフルコンさん、まあ、でもフルコンさん、フルコンさんでも結構見た目で決めていいって言ったじゃん。フルコンさんなんだよ、はい、って言ったじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい、そうです。見た目で決めていいです。ウィザードロッドが。じゃあそれに、それアタックタイプのビットとかにします。あ、わかりました、それでいきましょう。ビットを変えましょう。多分弱くなるかもしれないですけど。そうやんな、だって少々伸ばすべきやんな。そう、普通はそうなんですよ。あ、ちょっと他のメンバーの選んでもらって、その後決めよう。どれでももらっていいの。どれが、おじちゃん、これアタックタイプ、それかっこいいっすよね。これかっこいい。俺、え、いいの？ドランバスターにしたいの？いや、いい、ドランバスターいいっすよ。爪の色と合ってる。ああ、そうね。いいね、ドランバスター。いや、絶対もうめっちゃ強そうだもん。いや、俺ね、フェニックス系が行きたいんで、これ言っていいですか？フェニックスウィング、ちょっと俺のお気に入りなんですよ、これ。え、砂さんどうするんですか？ちょっと私、フルコーさんからコマやるよとか、駄菓子屋巡ってこれ持ってたでかい、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 でかいな。でかすぎる、でかすぎる。これ戦えるでしょ、多分。いや、それはでもいいですよ。新旧対決ね。困ってる。じゃあ、新旧対決。平成からでした。まあ、これ、ここら辺はね、多分ね、アタック系の動きするんで、結構、動画的に入ると思います。いいですよ。これ、でもこいつも多分そうかな。アタックだと、めっちゃ、アタックおもろい、おもろい。こいつはロマン系。こいつも、マジ一番盛り上がります。こいつが一番盛り上がります。こいつエクストリームダッシュできねえぞ。これ、かなり技術ないと回せない。そうよ。この中に入れなきゃいけないから。余裕や、そんな。外れたらアウトやから。任せとけ。やっちゃいますか。ちなみにこんな感じで遊びまくったら、こうやってどんどん剥げていきます。おー、すげえ、めっちゃやってる。めっちゃ、いや、これね、一回しかやってないのにこうなった。じゃあ、ちょっとすごいかも。メタルコート普通より重いから。回し方教えてよ。あ、回し方、そうですね。
これはですね、こんな感じでどうしましょうかね、はい、自分たちのここランチャーって貸してもらえるの？ランチャー貸せます、貸せます。ここが好きなランチャーがあるんですけど、これだけでかいよ。そう、これね、ただこれつけてるだけなんですよ、基本はこれと同じです。持ちやすいようにしてるだけです、これは。なるほど。で、まあ、こんな感じで、紐のランチャー、はい、これで引くやつと、あとはこんな感じでワインこれを引くやつ。ああ、はいはい、俺持ってるのそれだ。どっちでもいいですけど、これをつけてこのままつけます、うん、はい、あんまりこれガリガリしなくていいらしいです。これでついたらそのままこれを引くだけです。簡単。今これね、これ開いて開いてこれ今エクストリームダッシュって言って、タカラトミーさんの企業努力が垣間見れるんですよ、はい、ベイブレードがすごく楽しくなるようにこんな感じでベイが真ん中で回ってたら、うん、ここの歯車のここのビットレスでここにガリ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 って言って、このままここでヒューンって言って、このブーンって言ってドーンって回すんですよ。うわ、これここに引っかかるようになってんのね。本当にこれめちゃくちゃ合いますよ。ちょっと一瞬、これマジでね、これ本当に、まあ、結構中でもこんな感じで、あ、これで迫力が出るのね。おーこういう動きをするわけですよ、タカラトミーさん、ね、激しいね、結構。いや、そうそうそう、はい、で、これだよね、ここに出る場合と、ここね、はい、ここに出る場合と、この端っこのポケットに入って出る場合とで点数が違うんよね。そうなんですよ、うん、これね、ベイビーレーダー4点選手で基本的には、うん、最初は基本これで普通にこうやって落ちてスピンフィニッシュって言うんですけど、うん、これが1点1点よね、はい、はいはい、で、その後にこれね、ベイビーレーダーね、バーストするんですよね。そう、バラバラになるんだよ、バラバラになるんですよ、これが。もうパーンって弾いて、これがガチャガチャってなっちゃったら、それも2点。じゃあもう二度と使えなくなるんですか、ね、それがね、すぐに戻りますよ、ね、安心してください。で、さらに、これオーバーフィニッシュ、ここね、ここのポケット、ここのポケット見えてますよね、多分動画で。ここに入ったら2点っす、うん、で、ここエクストリームダッシュからのエクストリームゾーンに落ちたら3点、3点、こういった高いよね。で、他はもうやり直しとかです、はい、こっちに飛んだらやり直しらしいっす、3点ってなると出たらむしろもらえると。あ、違う違う違う、出したら出したら出したら、もちろん相撲ですから、ね、こうやって上に飛ぶことちょっとすなさんの米確認、コマ確認してもらっていいですか。はいはいはい、ですいません、確認させていただきますね。はいはいはい、出ないのでは。あ、入る、まあまあ入るは入る、あ、止まる、まあまあ、これこれはもうこれアウト、これアウト、これエクストラレギュレーションなんで、ちょっとね、カル絶対ボコボコにできる。いや、そんなことない、カル以上見せてやるよ。え、これどういう感じで戦ってくるんですか。すごい、やりてトーナメントにしようか、はい、早くやりてオリピで4点選手にしましょう。オーケーオーケー、はい、それさっきのルールですね、公式レギュレーション、公式ルールでいきましょうか、はい、俺の相棒の名前は何。こいつね、俺ちょっと待って、名前思い出せない。じゃあ こいつの名前なんですか、コメント教えてください。黒いやつ、黒い、あ、ごめんなさい、これ配信じゃねえから答え聞けねえや。なんだ、誰対誰、誰対誰するか大事だぞ、これ。そうやねんな。じゃあ、スナさんシードで、スナさんちょっと色物だからシード待って、はい、ね、任せとけ、任せとけ。だ、俺対マオで行こうか。あー、まあいいんじゃないですか、俺がいいかも、商品と隣でね。確かに、で、トリッピーとムツやってもらって、はい、で、トーナメント上がって、いや、いいと思います。よし、で、決勝がスナさん。ちなみに、今のうち言っとくけど、駄菓子屋でこれがベイブレードかなって思ったけど、これはベイブレードじゃない。おいおいおい、スナさん、ケルトンパーツすぎるだろ。ギリギリこれね、ベイブレードじゃないかもしれない。じゃない、マジで回してみてください。これ5、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 5
変重心じゃん。これベイブレードかなと思って買ってきたんだよね。これ変重心だね。俺のドランダが。そして俺はスターターデッキについていたウィザードロッドだぜ。めっちゃ強いらしいから。行くぜ。強いですよ。3、2、1、ゴーシュートの掛け声でお願いします。OK。シューがいるぞ。シューで。ここから20センチぐらいでお願いしますね。20度どこ？ここ？ここなり。まあまあでもまあ正直なんでもないです。グルコン VS。ちゃんと引っ掛けなあかん。3、2、1、ゴーシュー！いけー！俺のウィザードロッド！ゆっくりと。やれ！いけ！ちょっと、ちっちっちっち。とんでもないよ。当たらんかい。いや、すごいすごいすごい。でも、やっぱり、争うの良くなる。俺らタイプだから。潰せ！そうそうそう。アタック！アタックマオ！俺持久だ。アタックマオいけ！アタックマオやれ！あ、やれ！カウンターだ！弾きカウンターだ！頑張れマオ！これすごい。マオやれ！あスフィニッシュ。スフィニッシュ。いじめ。あ、下打ちしてる。下打ち。下打ち。下打ちしてる。これマオさんビット変えてもいいですよ。それ結構バランス寄りだったんで、アタック寄りのなんか。アタックビットにしたいじゃん。これあれなんですね。これバランスなんですね。俺もあんまよく分かってないんですけど、多分ここら辺とか強い。あ、もうなんかとんがり方が。これ戦闘中に変えてもいいの？そう。いや本当はダメです。あ、すいません。本当はダメなんですけど。トリッキーが取れ高を気にしてくれたから。そうなんですよ。もっと思い切り動くかと思ったけど。意外とじりじり地味な戦いやったよし、オッケー行くぜやろうぜやろうぜ勝負だぜ俺のウィザードロッド
3、2、1、ゴーシュー！いけー！いけー！お、すごい！激しい！いいぞ！いけ！いけ！やれ！パーフェクト！いた！これ人格変えたの良かったんじゃないですか？めっちゃかっこいい！こんな感じで自分で最強のカスタムを見つけるのがベイブレゼックスの楽しさです。やばい、気絶しそう。お前の最強のカスタムを見つけろ。これ2ポイントです。2ポイント。2ポイント。こっち2ポイント。じゃあ逆転したんだ。じゃあ1対2だ。そう、1対2逆転です。何点選手なの？4点選手です。4点選手。ちょっと興奮しすぎる、これおもろい。よし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 。いや、俺の耐久力見せてやるよ。やってやるぜ。お前を3点エクストリームゾーンに弾き出してやる。いくぜ、いくぜ、3、2、1、ゴーシュー。いけいけ、やれ、めっちゃ攻撃しろ。すごい、耐えて、耐えて、よらー、強い、耐えて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 、やれ、耐えろ、頑張れ、耐えれば勝てる。あー、強い、耐えろ、耐えてください、耐えろ、耐えろ、いやー、攻撃が決まらなかった。だけどスピンフィニッシュ、フィニッシュ。ブルコン強いね。1ポイントなんだよな。この子はね、本当にね、スピンフィニッシュで、どんどん取っていく子の子なんで。あ、でも正しいんだ。戦い方は正しいんですけど、別に軸変えてもいいですよ、フルニキ。いや、やめとく。やめときます。一旦な。一旦ね。確かに。勝ちたいね、確かに。ちゃんと勝とうとしている。ちゃんとここで消えたくない。一旦まずは勝ちに行こう。な。やってやれ。エクストリームアタックだ。動画の消してやれ。カウンター決めてやるぜ。やるぜ。3、2、1、ゴーシュー。やったね。うわー、守れ、勝って守備、勝って、守備だ、守備だ、勝って、やれ、やれ、勝たい。なんで強いんだ。いなしてる、いなしてる、いなしてる、俺の力が、あ、逃げる、かかってこいよ。やれ、フルコン、フルポイント、フィニッシュ。3ポイント目、これでどんな勝てる次で最後になりますね。やばい、なんて強いんだ。またポケットに弾き飛ばせば2点で4点になる。そう、4点で勝てる。ポケットに弾き飛ばせば逆転全然ある、逆転全然ある。こんないい試合ができるんだ。いくぜ、いくぜ。さあ、お前を奈落の底に落としてやるぜ。奈落吹き飛ばす。3、2、1、ゴーシュー。ちょっと上げてろ。やれやれやれ、耐えろ、耐えろ、ミサーロット、弾き飛ばせ。最後の力を振り絞れ、伸ばせ、伸ばせ、もう回転力ないようだね。やばい、あー、耐えるな、耐えるな、耐えるな、へそて、へそてんしちゃった最後。ブルコンの勝利、ブルコンの勝利、じゃあ次、俺 VS トリッピーベースムツさんいきますか。よし、プロの技見せてくれよ。これはストリングランチャー借りるわ。お、いいですね。はい、まずはムツはドランバスター主人公機借ります。はい、そして私フェニックスウィング不死鳥のように何度でも、いや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 、返り出してみせよ。何度でも殺してやるや。やってやろうじゃねえか。主人公なんだ、スウィングだ。よっしゃ、それじゃあムツ、俺が本気で何年やってると思ってんだよ。ぶっ倒してやるぜ。3、2、1、ゴッシュ。どうだ、激しい。うおー、いけー、うおー、耐えて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 、お前ならいける。耐えて、耐えて、うおー、最後ポケモン、フィニッシュ、すげー、マジか。何回も耐えたのにな。今最初スタートが激しい。すごい、ここまで来てたよ。ベース型がブーンってなってた。すごい、いやー、いや、マジで悔しい。これは楽しくなってきたぜ。いいシュートだったんだけどな。いいシュート。これもう本当にシュートの角度、パワー全部あるんですよ。ここだったらこいつみたいな角度、相手にぶつける角度だった。そう、相手のベイによっても変わるみたいな感じで。ちなみに僕あんまり分かってません、まだ。3、2、1、ゴーシュ。おー、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 強っ。これね、これアタックタイプでもだいぶね、本当にガチのアタックだから。うわー、でもだからまだ耐えてる。いや、まだ3-0、3-0です、3-0です。まだまだここに追い出せばね、いける。そう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 、俺もちょっとね、ちょっとバランス寄りにしてるから、そこもあれで持久戦だったら俺の方が有利ですね。いや、確かにな。最初でも短期決戦だよな。最初ここ入ってやっぱりやめたんだよ。そうそうそう、そういうのあるんですよ。いきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュ。うわー、マジかよ。やったー、弾き出した。
3対3です。来たよ来たよ来たよ。アタックこれこれこれ。3対3です。やばい、最初すごい、すごい。アタックこれよ。いや負けたくね。主人公機だ。主人公機。むつさんの引っ張る時のここがこ、うん、もう手がね後ろまで行ってるから、うん、これ、ね、ここら辺も力抜かなきゃいけないんですよ。へぇ、そんなそう、あのベイベード筋を鍛えるために本当にみんなねボクシングとかやってる人はやっぱ早いんで。ベイベード行きますよ。いいよ。3、2、1、ゴッシュ。ういあおぉ、まだ出ない。まだ耐えてるけど、すげぇ、攻撃しろ。うおぉ、やべぇ、やべぇ、やったー、ナイスだ、フェニックスイング。フェニックスの勝ち。え、重いすぎる。よみがえる不死鳥。さあ、ここでシードがフルコンサート戦います。じゃあシード、私の出番だね、ついに。私のこのエクストラルールのコマで、ちょっとあのフルコンさんが投げ入れてから私が投げるでいいかな。これ同時に投げるのは多分きついと思うんで。これ回せんのまず感動する。すごい、この中に入れるのがまずすごい。じゃあまず一回、じゃあ見せるのか、じゃあ見せちゃおうかな、みんなに。入るのか、本当に。じゃあこちらを、はい、せっかくです、対戦すれば。いくぞ、はい、いきます。じゃあもうぶつけ本番でいきましょう。はい、じゃあ、はい、コマ VS ビ、はい、ープレイド X。 はい、じゃあ私はちょっと後で1点を置いてね、はい、いきますね。はい、はい、3、2、1、ゴッシュ。これで、あ、ちょ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 、もう一回、もう一回、完全にもう一回します。あ、いい、なんかいけそうやったな、今。いや、あのね、スナさんうまいっすよ。うん、コマ好きなんですよ。ライオン戦士チャンネルでやってるんで、これ。そうなん、異種格闘技ベイブレード大会。あ、やったやった、うっそうまかった。やったな、懐かしい。めっちゃうまい。それ、超むずいんじゃないか。いくぞ。おー、入った入った入った、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー、まだ行くぞ行くぞ。しゃ、ベイブレード対決、はい、行くぜ。3、2、1、ゴーシュート。ゴーシュート。あー、入った。うまい、あ、すごい、行くぞ。うまい、え、すごいすごい。これ持久タイプ、ちょっと弾き飛ばせ。絶対無理だろ。めちゃめちゃ吹っ飛ばせ。めちゃめちゃ吹っ飛ばせ。ダメだこれ、防御対防御だからダメだこれ。地味、すごい。完全に重い方が勝つよこれ。地味だ。すごいじゃん、なんか何も入ってない音するじゃん。コン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 。リサイクロと全然動いてないもんね。あと仲いいよこいつ。ずっとウィザードロッドの周りを回ってるよ。あ、やばい、やばい、自分でもウィザードロッドもすごい勢いが。いや、け、いや、やばい。あれずっと、え、まだ、え、まだ、まだ、まさか、まさか、あるぞ、あるあるある。案外ウィザードロッドメタだったから嘘だかもしれない。あ、いやでも、あ、いや、バランス崩してる。いやでも、でも逆にウィザードロッドが支えてくれてるこれ。え、これは、え、あー、やばい、あー、やばい、いいよ。あ、でもまだ待ってる、あー、まだ待ってる、頑張れよ。いや、危なかった。意外と以上して、これ、待って、スピンフィニッシュいってんならこれあと3回。ちょっとトイペ、軸を変えさせてくれ。あー、確かに軸変えましょう。バトルタイプに変えよう。うん、ほぼ縦縦縦縦だった今、完全に。そうだって、本当に立てたい立てた。俺のドランバスター誰が盗まれた。あ、ドランバスターここにある。ドランバスターの軸が一番多分アタックタイプ。なるほど、これでいっちゃいましょう。トリッピー、この軸を借りるぜ。はい、OK です、ね、これにより短期決戦だ、短期決戦、短期決戦に切り替わる。小島の持久力を見ても短期決戦を挑むというのかい。そうだよ、逆に勝負決められないときついぞこれ。お前の駒でかい図体の割に軽いことを俺は知っている。ジャイアントキリングって言葉を見せてやるわ。よし、本当に行くぜ、ウィザードロッド。攻撃タイプに生まれ変わったお前の力見せてくれ。はい、3、2、1、ゴーシュー、ゴーシュー、激しい、激しいぜ、激しい、動きがすごい。おおおお、頑張れ頑張れ頑張れ、行け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 、さっきより速い、行け。攻撃タイプだわ、ナイス、やっぱ攻撃タイプだわ。いや、いいね、崩してね、一気にさあスピードフィニッシュ。でも私もちょっと選手交代で。おぉ、選手交代があるの、選手交代。何それ、さあ、何それ、何それ、なんだよそれ。昨日駄菓子屋で、駄菓子屋巡りした時に買ってきたやつだ、これは。それいくら、100から300ぐらいだった気がする。それで買えるの、普通に回んの。何くるくる回してる、回してる。シューターが独特すぎるって。そうそうそう。え、これベイブレードじゃないの、駄菓子屋のおばちゃん普通にこれくれたよ、だってこれね、ベイブレードじゃないです。これはこれゴーシュートできます。ゴーシュートできる。オッケー。じゃあ行くぜ。ジャイロ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  VS ベイブレード X。はい。3、2、1、ゴーシュート。
これもう頑張れ、頑張れ、早く出ろ、2人がダメだ。いや、ユーストリームゾーンから戻ってくるし、オーバーポケットからも戻ってくるし、でかいからはみ出さないのよ。悔しいよ。サイズ的にはこれはみ出すんですか、これ。これはそうなんだよな、はみ出さねえじゃん。レギュレーション違反だよ。くそー。いや、でもまだ1ポイントあるからね。検討してた。もう失格だ、そんな。でかすぎる。でもね、あんちゃん、古力の自滅で勝つ可能性あるんで。確かに、ね、確かに、確かに、うん、それもあるね。行くぞ。だから一回やっぱコマを信じよう、こっちを。オーケー、やっぱね、やっぱね、こっちの方がなんか前線してた感はあるわ。ああ、いいじゃないですか。そう、同じ土俵に立たされるとね、さすがに向こう金属だから。そう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 。コマを吹き飛ばして終わらせてやるぜ。行くぜ行くぜ、ベイブレード X 対コマ。3、2、1、ゴーシュート。ゴーシュート。うまい、うまい、マジで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 うまい、いじめられてる、すいません、すいません、でも回転力が蹂躙具合がひどい、でも回転力が、すいません、でも立て直した、立て直した、立て直した、なんでだよ、立て直した、なんで立て直んの、あ、でもあ、やばい、立て直した、やばい、耐えるか、耐えろ、あ、ダメだ、立て直せ、立て、あいい勝負じゃん。アタックタイプにすることによって持久力がなくなってるから、ちょうどいい試合になってる。ちょっと立て直してくれたもん、これ正しい姿勢に。あぶねえ。なんで勝負になるんですか。ちょっとありそうだね。ありそうだった。く 4-0 で負けた。さあ 4-0 で。じゃあ最後決勝戦か。決勝戦は一旦軸を返すぜ。あ、なるほど。うん、なるほどな。決勝戦はその軸では行ってくれないらしい。勝ち切り。勝ち切りやがる。まずはね。こいつ。ちょっとまずはこれで様子見だ。この先輩勝ちに来てる。まずはこれで様子見だ。やりましょう。時給タイプで様子見だ、はい、ワインダー入れてから刺した方がいいっすね。あ、そうだね、はい、うん、さあ、それじゃあ古郷さん、決勝戦ですよ。いくぜ、俺の店アドラット、いきましょう、俺のフェリックスイング、3、2、1、ゴーシュー、そうよ、まずい、やばい、そこでガードされてる、ああ、いや、強い、やばい、俺の攻撃全部いなせて、うまっ、いなせる、避けてるね、これで回転力減れたらね、いいよ、やばい、これはもう、いいよ、こいつおべんだよ、後半になるともう、待機、バスト、これが、もう動けない、これがこっちだったら、もう動かない、やった、バスト、これバストまでだ、バスト、マジでバストある、耐久、バストしてくれ、バストしてくれ、動かない、いや、ほぼだなぁ、強いわ、うん、これってバーストってどうやったらなるの。バーストはね、ここら辺の、ここが外れるとパ、もうパラ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 ってもう割れます、本当に結構しょっちゅう起こりますよね。そうだね、バーストは何点、バーストは2点です。さあ、今度はお前を攻撃でいなしてやるぜ。なるほど、よし、戦力を変えてる、軸を変えたぜ。さあ、行きましょうか。さあ、行こうか、高見え、3、2、1、ゴーシュー。さあ、バーストした、バーストした、バーストした、先バーストかな、これは、いや、先バーストだね、先バースト、ウコンさんの愛機が、ウコンさんの愛機がコンパンです。アタック同士になったんで、強くぶつかったことによってバーストしました。そうやね、あー、すごい、あれあれ、これがバーストっていうのを初めて見た。飛び方すんのか。これじゃあもう、ウコンさん、新しい次の相棒が出てくる。そうだね、ちょっとコマにはない概念だったから、バーストって初めて見た。確かに、いきますよ、はい、決勝戦、はい、2-1、ここでお前をエクストリームゾーンに放り込む、ここで決める、3、2、1、ゴーシュー。どうだ、うわあ、まずい、よっしゃー、すごい、ビザードロット、一切を見にして、火力もあるぜ、ビザードロットに飛ばされるぞ、勝利、3ポイント、しかもなんか、フルトンさんのやつってあんまり結構耐久型だから弾き飛ばすって珍しいの。いや、そうですね、アタックリントに変えたんで、多分軸でおかげで飛ばすようになりました。軸でそんなに変わんのね、すごいな、これは面白いね、素晴らしかったです、これは、ありがとう、これ軸を返して、 ありがとうございます、こんなに変わんねんな、軸で、ね、そうなんすよ、おもろ、おもろ、はい、ということで、あ、違う、ごめんなさい、俺の動画じゃなかった、そうやね、締めは古力お願いします。はい、というわけでベイブレード X の動画でしたが、いかがでしたでしょうか。これもあるよ、古力さん、これ強いんだよね。あ、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 あ
書いてないし、俺の IQ やっぱ最強と言われているだけありますね。いや強かったっすねそれマジで。ウィザードロッド強かったですが、まあ、これねスターターキットについてくるやつなんで。そうなんですよ。それで普通に強かったんですよ、ね、それで普通に強いっすか。もうそれが一番強いっす、うん、一番強い、ね、本当に一番強い。だからスターターセット買うのもおすすめなんですけど、ね、僕は、ね、なんかかっこいい自分の気に入ったベイ買ってほしいっすね、うんうんうん、めっちゃ嬉しい。まずは最初はっていう、うん、それでもいいと思います。まあ、僕はこれが好きですけど、ね、ああじゃあそれ買ってください。黄色だしね。まあでもちょっとこれからねベイブレード買っていこうと思います。でムツもねずっと買い集めてるらしいんで、ね、はい箱だけいっぱいあります。今後もたまに遊ぼうと思ってますんで。買います。また上がるかもしれません。じゃあねバイバイ。